どうもこんにちは。あ、こんにちは。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかね、チャンピオン戦やったんですよね。そうですよね、激辛チャレンジということでね、まあ、シリーズ化してしまってるところがちょっとね、僕は気になるんですけども、どうでした？いや、どうものこうも、僕本当にね、あの前回もとかで言ったようにね、本当は煽り役で、ブワーって死んで盛り上げるっていう役割やったんですよ。あ、なるほど。だけど、三口目いってね、いや、旨味がね、ペヤングやっぱりでもね、うん、美味しいよ。そうですよね、焼きそばの味っていうのがちゃんとしっかりしてましたし、ね、そうやっぱあれね、ペヤングさんすごい。僕あれちょっとディスったけど、はい、ペヤングですわって言わなあかんから、言うたんですけどだけどやっぱね、焼きそばの味、人間の食い物、そう全然美味しいですよ。全然美味しい。この間のラーメンの激辛11辛、うんうんうん、普通でもう出さないようなやつ、はい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 、食べた時はもうもはや薬品でしたもんね。そうですよね、もうなんかあの辛いとかじゃなしにも苦かったですし、うん、激薬やな、もうな。ほんまに飲み込みづらいですしね、全然あの食べ物ではないですよね、もはや。それを思うとペヤングなんてね、いやいや、もうすごく食べやすかったですね。美味しかったですよね、辛かったけど、はい、うまかったよね。そうですよね、ジャンの味が効いててね、はいはい、でね、こんな動画あるんですよ。あの前回チャンピオンがね、イスラエルのうちの我らのチャンピオンが、はいはいはい、ペヤング食った翌日、はい、焼きそばでお腹が痛い。今日は何回目のトイレです。今日は3回目です。この嬉しそうな牧師の笑い声が。いや、もうもはや悪魔ですよね。本当に人の苦しんでるところをこんな大爆笑してるなんて。S な羊飼いがいますよ、我らの羊飼い。いや。ドレスな羊飼いがいてますよ。でもこう、まあ、3回もおトイレ行ったっていうことですか。喧嘩4回らしいんですよ。4回なんですよ。喧嘩4回行ってしまって、はいはいはい、で、まあ、他にもあの、うん、お腹痛いだけじゃないっていうんだ。の日のこともやばいよ。なんかシータンの上になんかまだ後味感じてる。翌日に後味があるかい、そんなもん。ないですよ、それは。これね、煽ってますわ。これは明らかに煽り、フェイクニュース、フェイク動画ですわ。僕らがね、多分食べへんと思って、自分だけが食べたから、なんかもうすごいことしたっていうことを、ね、これ多分ね、牧師の演出通りにね、イスラエル人やってますわ。なるほどね、忠実やな、もう。忠実に使えてるな、教会に、ほんまに。っていうオチを見抜いたんで、チャンピオン。もう次はね、あのキャロライナリーパーへ僕ら参加するんですけども、あれはマジで辛いと思いますわ。キャロライナの、あのノースキャロライナかサースキャロライナか忘れたけど、アメリカ原産でね、はいはいはい、このキャロライナステートのもう死神ですっていう、ああいうのがキャロライナリーパーですから、死ぬでねえ、なんでしたっけ、その単位。スコベルねえ、ハバネロがタバスコが3500から5000っていう、これぐらいなんですよね。5000スコベルらしいです、うん、それの中の、そのキャロライナリーパーは、はいはい、220万。もう戦闘力220万、ありえないよ、ね、狂ってるじゃないですか、そんな。だから、ね、今回はもう一緒に多分死ぬと思うから、はい、まあ撮ってるね、このカメラマンも。いやいや、そんな言うてみたこと、さっきもだいぶ言うてはったからね。いやいや、まあそうですよね。まあ、なんやったらちょっと一回ね、当日カメラマンやっていただいて、はい、あ、味見だけ、うん、ね、カメラマン味見だけちょっとしてくれはって、いや、ほんで前回のロズリーさんのようにブエーって爆死していくっていう役割をやっとくんで、あげるんでね。いや、僕らはもっと真面目に頑張りますから。僕、タバスコ一滴で辛いですから。ペロッと。タバスコ一滴で辛いですから。ペロッと鼻に。ペロッと。気管支炎を起こす。そういう役割分担で。だからまだ人間の食い物やったから。今回はもう、そう迫害やと思って頑張ろう。な、俺はもう未練地に宣教に行って、はい、もうリーパー、ここでもう死神やみたいなのを現地人に食らえて食わされたと思って、信仰を捨てるか、イエス様を捨てるか、それともこの辛さに耐えて死ぬのか、どっちや言うたらもう余裕で死ぬやろ。まあそうですよね、余裕で死にますわ、はい、今までも死んできましたし、こパキスタンでも死にかけたんですよね。まあそうですよね、パキスタンで死にかけたのは迫害ではなくて、あのクリスチャンたちのウェルカムがあまりにも量が多すぎて死にかけたっていう。こ
香辛料食いすぎて腹いっぱいで死にかけたんだよね。文字通りありがた迷惑。宣教に行った時のやつはいるんですって。おもてなしをちゃんと受け取る役割のやつを、若いやつを連れていかんと、パウロのそばに若手が容器おったようにね、まあ、そういう役割があって。だからまあ今回も役割分担で言うと、僕らもチャンピオン戦なんで、はい、ガチで頑張りますと。ね、はい、だけど、激辛チャンピオンやけど、激弱チャンピオン戦もやったらいいんですよ。だから西浦さんとか、ね。ちょバカなんですか、モニカとかロズリーさんとか、と取れ高取れる組、取れ高取れるチームを作ってキャロラリーバカなんですか。でもロズリーさんね、辛いもん得意やって言うてましたから、言ってたからね。言うてええのリアクションも、まあ、どっちにしても僕らね、翌日でもお腹壊しませんでしたよね。壊さなかったですよ、むしろ硬かったですもん、ね、むしろ硬かった。僕今日も便秘ですもん、はい、今日便秘のおかげやねんけど便秘事情全然関係あるんですけど、なんで二人の便事情を知らないといけないの。まあそういうことでね、まあ、牧師との脚本とね、はい、忠実なアクターイスラエルのね、我々のエリーチャンピオン、もうあの関係がもうはっきり分かったんで、もう僕らもうこういうね、嘘は良くない、うん、嘘は良くないですよ。やっぱり光の中を僕ら光の子ですから、まっすぐ生きていかんとね。そしてもう遠くで見てるけど本当は参加したい人たちをちゃんと寄せていこう、はい、西村さんもこの間もね、したくないですよ、僕は。いや、僕はしたい、ね、したい、したい人を寄せてください。気配消してたからね、はい、ね、気配消して遠くからこう見てたじゃないですか。呼んであげよう、イエス様が、ラザロよ、ラザロちゃんはあのザーカイ呼んでる、ザーカイ呼んでる、西村、降りてきなさい、デスソースを授けよう。今日はあなたにデスソースを、あなたのお家に泊まりに行こうって、キャロライナリーパーとか。ということで、土曜日またキャロライナリーパー頂上決戦頑張りますけども、これでチャンピオンと牧師の陰謀をおしまいで、おしまいで、いや合わせてもらっていいですか。せーの、おしまいで。